草型のな、硬い歯。そうなん。そうよ、2本2台しかないね、これ刀値段のつけようがないという刀。中盤から早いもんね。そう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 、だって81年当時世界最速、Z1 が72年当時世界最速で、71年の世界最速。中盤からクワーって伸びてくる、うん、肩はまだまだ待ってね、まだないやろこれ。ポジションはさ、最高速用やね。マッハのだな、まだ待った H2。さあ、まだ上がってるとこ取ろうか。はい、こっち向いて、イエーイ。ちょっとマッハは肩軽いやろ。で、みんな3台とも車検から帰ってきて走ってないから綺麗な今やったら取材ウェルカムやな。あ、細川さん Z1 またいだな。分かったやん、あのマッハまた上がってないんじゃん。マッハの7班 H2 それ乗ったら、うん、破壊打の気分になれるやろ破壊打がこれ乗っとったよって。エンジン形式面白いもんな。うん、なかなか時代時代でやっぱり。そう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 、だってこれは川崎の最後の終焉やから、これは川崎の新しい始まりやから、その世代の分かれ目やから、とても40年前のバイクに見えないと思う。これでもホイールは変えてるの？変えてる。あれもアルミニウムにして18インチにしてる。これもだから18インチ、乗りやすいのは18インチが一番乗りやすいから。でタイヤの選択が19はないから。カラオケナンバーですか。もうね、うん、もうリプロパーツちょこちょこあるけど、メインがないから、クランクでも全部 ビルドせなんだら、うん、とてもやないから。マッハはね、もう3発いうのがええやろ。で左右非対称っちゅうのが、うん、まるで俺と一緒や面白いわ。まあ二度と出てこないバイクね。あ、気をつけて帰ってね。また明日待ってます。今日からもお休み？いや、もう11日からや。あ、はいはいはい、うちら人が盆休み終わってからや。